こんにちは。今日は、福岡県、ここはね、大分県と福岡県の県境で、今、815が言ってるんですけど、813だと。県境フェチの私はですね、いつも関門海峡をですね、福岡県と山口県の、県境、関門海峡でゴミ拾いしてるんですけど、この前ね、大分県でね、ゴミ拾いしまして、タイヤもパンクさせちゃって、タイヤ新しくなったんですけど、今日は大分県と福岡県のこの県境のここでゴミ拾いしたいと思います。ちょっとそこまで降りてはちょっと拾えないけど、ちょっといろいろまたあるんでね、いろいろ拾っていきたいと思います。このようにね、ありがたくゴミ捨てられてます、本当。はい、こういうのを片付けていきたいと思います。タイヤはね、新品になりましたんでね、それだけお伝えしておきます。2020年、37周目の製造です。エコピア、ね、あのようにね、ゴミ散らかってますんで、カップチロールから取っていきたいと思います。はい、ごめんなさい。ずっと片付けてきましたですね。まあ、こんな感じで、こういうね、ゴミ捨ててるのを見るとね、こういうのに無駄遣いみんなしてんだなっていうのを思いますね。捨てるぐらいなんで、多分大したことないんですよね。11月8日に買ってるぞ、グッディーか。こんなん買ってここで行こう。捨てるぐらいならね、買わなければいいんだよね。わ、これご利用明細書、ATM、 これ見てあげようかな。こうなんですか、見たくないですか、個人情報かな。なんだか、あと76万6000、そうだ、76万6031円もある。こうなっても大丈夫。はい、こうやってね、これお金を大事にしない証拠なんですよね、こうして。今日ね、セブンイレブンのおしぼりが一番多かったな、クリーム。お、で、ソニック置いてる。いいね、ソニック置いてる。ゴミ拾いしてもね、あんまいいことないじゃないかって思うかもしれないですけど、結構私ね、臨時収入入ってます。いいことがあるんですよ。まあ、このゴミ拾いのおかげでお金が入ってるわけじゃないと思うんですけど、鉄道何を取っていいかなっていうのがちょっとスランプなんでね、とりあえずゴミを拾ってから考えようとね。人間掃除したりとかね、片付けしてたらね、なんか発想が生まれてくるんでね、またちょっと次の場所に行ってみましょう。はい、パンクが怖い男、ひろゆき Z です。ちょっと動いただけなんだけど、結構ね、ここもいろいろあるよね。ちょっとね、この少しでも片付けれるところは片付けていきましょう。あ、比較的綺麗だな。今引き潮、潮満ちてきてるのかな、これから。今間違いなく引き潮なんですけど、お、鳥が魚を取ったぞ。何ができてんだあれ、あの LED のなんかあれ、ディスプレイだったら面白いんだけどね。こっちは大分県だぜとかね、 LED 出すと面白いやつでしょうけどね。こんな感じになりました。なんかこの筒状のね、なんかゴミの形ですね。まず一袋目終了。袋目いきます。この海洋ゴミになる前にね、瀬戸際で止めるっていうのはね、非常に
大事だと思います。あっちゅう間にね、2袋目もこれです、拾えました。まだね、こういうね、おしぼりじゃないけど、ああいうのも多かったし、こういうのね、こんな感じですね。後始末は悪いよね。さてね、この物の性能、あの賞味期限からね、だいたいいつぐらい捨てたかっていうのだいたい計算できますけどね。今年の初めぐらいですね。もうね、もう地元の人も頑張ってる。そこまですごい汚れてるわ。これはおそらく色発すのペットボトルのキャップ。もうなんか得になっちゃいましたね、なんか勝利。また今日も徳を積んでしまった。お金が入ってくるどうしようとか言って、入ってきたらいいんですけどね、そんなに入ってこないですよね、びっくりする、てな感じでねっていう感じで、まだまだやっていきたいと思います。目標はね、45リットル、末端価格にしていくらだ、1円もなんないけど、ね、僕釣りできないんでね、釣り人に愛されるようなね、ゴミ拾いしていきたいと思います。ひろゆき Z です。おめでとう、ひろゆき Z です。今日ね、これもう圧倒的に多いのはね、この筒型のね、このパイプみたいなこのゴミが多いんですよね。何なんですかね、これも100本以上拾ってますからね、今日あそこにもあるし。ひろゆき Z が、海まで来ました。お、なんか漁してるね。ちょっと今船でね、この波が立ってるだけで、今日はね、非常に穏やかな、風一つないですね。ちょっと上は曇り空なんですけどね、この後ちょっと大分県に行く用事があるんですけど、ちょっとね、こうやって引っかかってるゴミをね、いくつか取っております。このね、豆腐の殻とかね、いつから眠ってるかわかんないけど、ゲット。ちょっとスマホ持ちながらやってるから、いつもはね、使ってる XZ プレミアムがね、充電できなくなっちゃってね、それあれで撮影するのがね、やっぱ一番僕は好きなんですけど、ちょっとあれがないもんですから、鉄道の撮影ちょっと控えてまして、ね、修理直ったらまたやろうと思います。遠征とかしたいんですけどね、最近ね、感染症も流行ってきちゃって、なかなか、ね、鉄道乗りたいんですよね。とていいですよ、これは。誰もいないからマスクしよう。あれちょっと持って帰れない、でかすぎて、ちょっとね、猫が絡まったんで ね、魚がね、間違って食べたりしないのに、ね、でかいからね、いいやつをね、ちょっとね、終わるしかないね。結構しな。よいしょ。それで、ちょっとね、片付けていきたいと思います。3袋終わった。このマスク捨てないと意味ないじゃない。
今日多分日本一筒型プラスチックのゴミを拾ったところ、ウェイクレッターです。わー、今日もね、まあ、サンプルを取りましたね。このような至るところに筒型のプラスチックのゴミ、海って多いですね。何だったらどこの海も共通してるんですけどね、この筒型のプラスチックはな、これ多いよね。なんか釣りの道具の一種か、建設とか建築するときのなんかあれなんですか、こういう風に折ってるんですけどね。まあ、ちょっと袋いっぱいでね、今日はもうこれ以上ちょっと取れないんですわ。ちょっとこの目立ったやつはちょっと取って最後終わりたいなと思いますけど、今日特別お金が落ちているわけでもなく、お金あったら届けますからね、ちゃんと。はい、もういいね。最後ちょっとだけ片付けて、この筒型のね、ここもある筒型が何なんだこれ一体。なんか漁をする時の何なんかな、なんかな、よくわかんないんだけど、とりあえずこれが多いんですっていう形で、今日もなんか放水のなんかホースみたいなのもあった。まあ、ちょっとこれ以上はね、もうあとごめんなさいなんで、袋がいっぱいなんで、ね、今日もちょっと綺麗な海が、少しでも綺麗な海になるんじゃないですか、これで。こんなが魚絡まったりしたら大変だよね。だからね、ちょっとね、もう本当終わらない戦いなんで、今度コスメティック。なんかちょっと追いかけ入りして帰りますね。この一本でもね、そこで撮影しておくといいかな。ここまで簡単にね、皆さん知ってますけどね、損してるんですよ。大事なものを失ってるんですよ。レースする前に片付けたと思う。大竹の大竹の県境一応ね、吉戸に京都もあるんですね。いいなと思ってね、これどのかなと思って